皆さんこんにちは、ゆうじくんです。今日はなんとスペシャルゲストにお越しいただいております。登場してもらいましょう。どうぞ。お願いします。お願いします。上田仁選手初登場です。よろしくお願いします。もう本当にこのチャンネルに出演いただいて本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。岡山リベッツ今所属してまして、 T リーガー選手として今活躍されている現役選手になります。はい、 T リーガーの選手の中だったら上田さんが年としては上の方になるんですか？日本人だと2番目ですかね。一番上が多分三成さんの代で、次が僕とか、松平とかその代が2番目かなと。日本人選手ではですね、あのツイッターとかで結構僕見てるんですけど、はい、中地なんかいじられてますよ。やっとこうなんか年齢追いついてきたりみたいな。もともといじられてきたから世間のイメージと普段と全然違う。真面目なこうイメージのツイッターとか見てるとあるんで、そういうのがポンってこう入ってきた時に、はい、やっぱ先輩なんで、はいはい、鏡見てるとどういうあれなんだろうってこうすごい思ってたんですけど、はい、そういうキャラっていう感じなんです。そうです昔から、はい。ということで、成績、出身校、紹介していただけたらなと思うので、はい、よろしくお願いします。はい、中学から？中学校は、まあ、当時すごく有名だった青森山田中学校、はい、進学して、中学高校と青森山田で過ごしました。はい、有名な選手だと、まあ、数えきれないんですけど、まあ、男子であれば水谷選手であったり、丹羽選手であったり、はい、まあ、女子であれば、まあ、福原愛ちゃんとか、まあ、たくさん選手います。はい、で成績としては中学校時代が、まあ、最高、まあ、全国中学の、まあ、団体戦優勝とシングルスが2位。シングルスは決勝で、その時準決勝に松平健に勝ったんです。おお、初めて決勝で、はい、今はねもう分からないと思うんですけど、でも、まあ、もしかしたら見てるマニアの方は分かるかもしれないですけど、はい、僕の学年一つ下に野村太陽って言ってます。どうですよね。分かります。野村太陽っていうのが当時多分もう、あの代では正直無敵だったんですよね。左のサウスポーで僕ダブルスパートナーでもあったんですけど、まあ、彼が当時その学年平野勇気とか陣内とかいますけど、はい、あの代結構ダントツに強くて、ダントツのイメージでした。はい、で彼に決勝で、2-2 点位とかまくられる。うわあ、それ勝っていれば僕のキャリアの中では初全国個人優勝だったんですけど、まあ、全国優勝はその時は取れなかったと個人では、っていうのが思い出深い中学時代ですね。僕ぐらいの年代だと、うわ懐かしいって思ってる方がいっぱいいると思います。高校もいましたよね。高校もいました。で途中から高校行ってから、そうですね、ちょっとね、もともと卓球がそんなに、ね、好きじゃなくて、どっちかというと才能だけでやってたタイプで、それであんな、そうそう、練習そんなに好きじゃなかったんですよ。今はちょっと何してるかさえ分かんない。知ってても多分人一つしたぐらいまで、そうですね、はうわってなると思うんですけど、そうですね、はい、懐かしい。ありがとうございます。はい、で大学の方が、大学が青森大学、はい、青森で10年間を過ごしました。高校山田に行って、はい、大学いろんなところから推薦とか、そうですね、ありましたね。その中でなんか青森大学を選んだ理由は、僕の2つ上に松平健二さんがいらっしゃって、高校の時に初めて世界選手権に選ばれて、松平さんとダブルスを組んだんですよね。はい、まあ、今だから言えるんですけど、次の進学先がもうほぼ決まってたって、まあ、関東に出てくる予定だったんですけども、まあ、松平さんに一緒にダブルスやろうというか、一緒に頑張ろうみたいなことを言われて、はい、まあ、自分としてもちょっと揺れ動いてて、正直家族より付き合いが長い、まあ、後にその共和ってところにも一緒になるんですけど、だからまあそういうのもあり、大学を青森に切り替えたっていう記述があります。すごいいいストーリーだから結局卒業して大学入った後もずっと松平さんとダブルス組んで、まあ、後に社会人ですけど日本人になりました。はい、まあ、いろいろとありました。すごい。大学の時はその全日学とかは、大学は全日学はシングル優勝して、団体インカレも優勝してます。ダブルスは最高ベスト8ですかね、1回しか出てなくて。あ、そうなんですか。はい、森本と吉村がある。おお、そこが優勝しました。森本さんも懐かしい。はい、今日はでもその松平健二さんとかともダブルス組んで、そうです、で社会人優勝して。それ何年の時ですか？2年目です。で2年目3年目4年目3回しか社会人出てないんですけど、まだシングルダブルとも1回も負けてないですねシングルス3連覇でダブルスが2連覇で、3年目を吉田正輝と出るやつだったんですけど、はい、吉田正輝が怪我して棄権になったので、まだダブルもシングルも社会人1回も負けてないですすげえ
うわっ、まあ、記録を作りました。男子では多分僕が史上初なんで、まあ、その記録だけが唯一の。とんでもない、すごいですね。そちらの、まあ、記事とかにもなってましたけど、はいはい、実業団引退して、そうですね、Tリーガーの方に進むっていう切り替えの中、人生のなんか分岐点というか、まあ、東京オリンピックっていうのも大きかったですし、はい、あとやっぱ T リーグってその初めてできるとこで創設メンバーとしてやりたいっていうのが強くあったので、まあ、そのタイミングでっていうようなところでもありますね。すごい決断ですよね。その T リーグがもう本当に始まる時、そうですね、できる時というか、そうですね、先どうなるか分かんないところでこうその、うん、挑戦するというか、まあ、結婚してちょうど子供が生まれるタイミングだったので、まあ、いろんなものが重なってもうここしかないなと、逆にそこで決断をして、はい、現在にいるわけじゃないですか、はい、どうですか実際その時にその道に進んで間違いはなかったなっていう思いの方が強いですか、うん、そうですね、やっぱりその道に行ってみないと分からないし見えない景色とかあると思うので、その場合はその今これがどういう状況であったとしても後悔はないかなって感じですね。すごく迷ってこうどうしようっていうんであれば、僕は迷うんだったらやめた方がいいかなと思うんですけど、僕の場合そのここでやるんだっていう気持ちがあって迷いがなかったので、逆に今いいも悪いも振り返ってるというか、その時は時で良かったこともあるし、今は今でいいこともある。それはまあどこに行っても結局一緒かなと、はい、その時々自分がそうですね、どういうあれかっていうのがあると思うので、はい、っていう、なんかゆうじくんの卓球チャンネルってなんかすごい人生論みたいな感じ。僕今これ見てオープニングからちょっとずつなんか切り替わっちゃってるなって。ちょっと変わってるこれ対談ですね、これ対談したら、ね、なんかすっごいこと聞いてくれるということで、はい、まあ、今上田選手の方から、まあ、中学校から、まあ、現在に至るまでの、まあ、経歴実績出身校を、まあ、今のでもでもだいぶざっくりちょっとお話しさせてもらったんですけど、それだけでもこれだけねすごいお話が盛りだくさんでございます。周りの選手とか他の選手とかも、はい、対談とかで深掘りしたら多分うわいやすごい出てきますよね。そうですよ、うん、ただやっぱなかなかねそういう話をしてくれるかっていうところもあるんですよね。必要によってはね言いたくないっていう人もいるから。そうですね、そうです。まあでも普通じゃ経験できないことを逆に普通のことを経験して普通の一般的なことを経験してないけど逆に普通の一般的じゃない学生時代を過ごしてる人がほとんどなんで、そういう意味ではすごいいろんな貴重な話が聞けるかなと思います。ってことで上田選手にねせっかくお越しいただいたので、今日は上田選手の練習、まあ、ちょっと僕が相手なんでそこまで再現できるかあれなんですけど、上田選手が、まあ、試合前だったりとか試合に向けてこんなことやってる、もしくはがっつり練習ができる期間というか、うん、まあ、そういう時にどんな練習をしているのかっていうところも、はい、なんでこういう練習なのかっていうことを深掘りしながら、はい、公開していただけたらなと思うんですけども、よろしいですか。はい、じゃあぜひ上田選手のちょっと練習方法をお伝えいただけたらなと思います。ということでちょっと練習していきたいと思います。ではやっていきます。視聴者の皆さん、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。動画がいいなと思ったらコメント高評価いただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。 Twitter と Instagram もやってますので、よかったらフォローしてください。では次回の動画もお楽しみに。またね。